はい、はい、今週も始まりましたスカイアートがお送りする YouTube 限定ラジオスカイステーション。はい、もう先週ね、はい、お話ししましたけど、しました。今日からまたラジオ的な、はい、耳だけで楽しむスカイステーションに戻りますので、はい、皆さんあのもう本当ね歩きながらとか、うん、もうながら聞きお願いします。はい、うん、でね、私はあの早速なんですけど、うん、あの人生で初めて、うん、映画2回行くっていうのをしたんですよ。はい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 、はい、ずっとあの直哉くんって、うん、好きな映画見たら、うん、あなた何回も行く傾向あるじゃないですか。あ、行きますね、同じ映画を、ね、同じ映画をそのシーズン中というか、うん、今俺その切り口でびっくりしたけど、あなた今まで2回同じ映画行ったことなかったんや。そう、今までそのな2回行く理由が全然わからんかって、うん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 、で映画館でそんなに映画見るっていうのがそこまで好きではなかった、うんうん、好きじゃないの、嘘やな、うん、まあお金もいるしとかさ、うんうん、お金かかるからそこまで行きたい行きたいっていうわけじゃない、その見たい時間じゃない、この時間に見なあかんっていうのがあるから、あんまりやってんけど、うん、その映画館で特にそのアクション映画とかになってくるとさ、うん、やっぱあのスケールであの音量で大きい画面と5.1チャンネルの前から後ろからの音っていうのを聞くのが、うん、はい、あ、やっぱ貴重やなと思って、うん、最初は直哉くんが何回も言うか、この人ってやっぱり変わってんなってちょっと思っとって、うん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 、で友達に言って、そうやな、友達に言っても、え、また言ってんのってちょっと笑われてるぐらいの直哉くんやってんの、陰でな、うん、でうちもちょっと内心、うん、なんでそんな何回も行くんかなと思っとってんけど、はい、あの今回ね、うん、何あれ、ワイルドスピードスカイミッション、私2回行ったんですけど、うん、はい、やっぱそのあの方どなたでしたっけ、ポール・ウォーカー、ポール・ウォーカーさん、うん、亡くなってしまったじゃないですか、はい、作品作ってる最中に亡くなってしまったっていう、うん、本当の最後の遺作になってしまった作品でもあり、うん、もうポール・ウォーカーさんを映画館のあの大きさで見れるの最後やなとか、なんかいろいろ思うと、うん、どうしてももう一回見たいとか、あ、一回見た後に、そうそうそう、うん、でそうやって考えてたら、うん、あの映画館で見たこの感じってもうさ、うん、この映画のシーズン終わったらその後さ、そうやね、もうずっと上映の 1,2 ヶ月が終わってしまうと、もう絶対テレビでしか見られへん。そうやね、いくら DVD 買ってこようが、うん、スタヤで借りようが、うん、テレビ俺んちちょっとでかいねんって言うたところで、うん、縦5メートル横13メートルの東宝シネマには勝てないわけやんか。そうやね、そうやね、ってなったらすげえ心名残惜しいよな。そうやね、でその魅力が急に分かっちゃってさ、うん、分かるでしょ。そう、なんかあのこの間から直くんにはずっと言ってんねんけどさ、うん、ほんま昔の映画をさ、そうやね、もう1週間ごとでいいねん、うん、もうその映画館の一劇場だけでもいいから、うんうんうん、今日は大脱走、はい、1週間だけ大脱走、グレートエスケープ、はい、で2週目バックトゥザフューチャー、バックトゥザ、ワンツースリー、俺大画面で見やん、見たことないねん、だって俺が生まれる生まれへんの、まあほんま瀬戸際らへんでワンツースリーやってるから、やったからさ、っていうのをやってくれる映画館でも著作権とかな、いろいろ権利の問題難しいと思うんだけど、そういうのやってほしいなって思うぐらい、うん、あの何回も見に行くっていうの気持ちがね、気持ちが分かった、分かってくれました、うん、ワイルドスピードの話しようと思ったのに、うん、なんか映画を何回も見に行くっていう見に行くっていう話になっちゃった。そうなんですよ、であなたは昨日それでね2回目を初めて、うん、人生初2回目したんですよね、なんで、でまあ、その時点で私はもうすでに3回見てたんですけどそうやね、でまあもう一回行くかと、うん、うん、別に俺も行くぞという感じでな、昨日は。でも貫禄の行動されてますよね、直哉くん。そうなんですよ、僕ね映画館って普段は飲み物ね、うん、売ってるじゃないですか売店とかで、うん、飲み物を持ち込んで飲み物を飲みながら見るのがすごい好きなんやけど、うん、最近ちょっとそれをすんのやめようって、こう1年ぐらいね、ちょっといろいろな理由で決めて、うん、じゃあなんでかっていうと、それをしちゃうと途中で映画の途中で飲んでたジュースのせいでおしっこしたくなって、俺どんな映画でも1時間15分ぐらいで毎回おしっこしたくなって立ち上がって走って行くわけですよ、うん、だって昔な、だから俺端の席しか取らんっていう、そうそうそう、すぐトイレに行けるように端の席の通路側を取る癖があってんけど、ここ最近はそういうことなかったからしっかり座ってたのよ、うん、昨日直前に俺ラーメンの大盛りを食べたんやんか、うん、はいはいはい、そのせいでなんか若干この、うん、トイレに行きたくなってしまって、うんうん、
でどこで行こうかなって思った時に、あのまあ3回見てますんで、うん、俺の中で唯一あんま思んないなっていうかまあどうでもいいかなっていうシーンがあるね。そこになった瞬間急に立ち上がってトイレ行ってでまた戻ってきて、うん、で結構ガヤガヤしてるわけですよ、アクション映画やから、うん、であんまりガヤガヤしてる最中に人の前歩くのも申し訳ないなと思ったから、うん、あこいつがこうなってこうなったらガヤガヤ収まるわと思ってそれまでちょっと端の席ちょっと座っててでこのタイミングとかね、はい、まあ、でも今おもんないシーンって言ったけど、うん、ワイルドスピードってすごいなと思ったんがさ、うん、中だるみを一切感じなかった。なんか映画あと何分で終わんのかなとか映画館行ったら考えちゃうやんか、うん、あるあるある、それを考えさせへんっていうのがもうすげえなと思ったなっていうところでお時間が続いて、また次の2部で会いましょう、はい、はい。はい、やっぱいいね、音声だけのスカイステーション、うん、しゃべる方もこうしゃべることに集中しようとするから、うん、すごくこう楽しくできます ね。なんかワイルドスピードでここ良かったみたいなのある？もうこれ完全にネタバレ注意ってやって流そうと思うねんけど。ああ、ワイルドスピードで良、うん、かったなってとこ、うん、あのね、I remember everything レティの、うん、喋るね、うん、セリフがやっぱりすごい耳残るよね。一個一個かっこよかったな。あの空からみんなパラシュートつけて車ダーン落ちた時の、うん、タッチダウンベイビーがめちゃくちゃかっこいいっていうのがあるかな、ね、うん、あとドムが死にかけてる時に I remember everything I remember all っていうところはすごく耳に残ってる。これバカにしてないもんね。4回も見に行ってんねんって、俺バカにしてるわけないやん。 1800×4 って DVD 買えるからね、楽勝で。もちろんあの何ですか、サウンドトラックも買いましたし、買ったしな、はい、パンフレットも持ってますし、これでバカにしてるとかね、ないよね。俺より見た人少ないと思いますよそうや、日本でそうやな、見た人。でもお兄ちゃん役のなドムさん、うんうん、お兄ちゃんがもうどんどんさ、うん、1回目パラシュートで飛んだせいで、うん、車で飛んだせいで、車で飛んだせいでもう車飛べるもんやと思ってな、もう途中勘違いしてるやんぐらいの勢いで崖から飛び、ビルから、アブダビでビルからな、ビルに飛び、あそこよかったな。あ、一発目の飛ぶ時な、うん、ポールウォーカーが Cause don't fly Cause don't fly 言うて No 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 みたいなところとかもう一回見たなってきたな。いや、もう一回見たいな。もう終わったかな、さすがに。で、アブダビ着いた時のうちはポールウォーカーが乗ってる青のあの車が、うん、かっこいいな。はい、どこ乗ってましたっけ、マクラーレンの車、ね、マクラーレンの青い車、誰か私にプレゼントしてください。あれかっこいいな。もうすぐ誕生日なんで。誕生日やしな。はい、くれんちゃうか、誰か。くれるかな。あれかっこいい。今まで私はね、レッドラインっていうね、映画があるんですけど。車の映画ね。車の映画見て、赤のあれは何なんですか、うん、フェラーリかな、何やってるの、エンツかな、うん、あれがかっこよかったせいで、うん、そっち系の車は赤がかっこいいと思ってた、やっぱ車は赤やと思ってたんけど、もうあのアブダビに5台並んだやつの、うん、左端のね、うん、あの車ぜひ見てほしい。いや、あの時の全員がかっこよすぎるからさ、で右側のお兄ちゃんのあのちょっとねくすんだ赤の、ね、うん、ワインレッドっぽいね、ワインレッド、あれもかっこいい、あれもかっこいいな。うち言うほど車フェチじゃないのに、うん、あれだけはちょっとね、ちょっとな、ちょっちょねちょっちょねでもね、あの、うん、あれなんですよ、うん、あなたさっきその車映画を何回も見るっていうのに対して若干その周りから笑われる、うん、あの家で何回も見るのいいよ、うんうん、みたいな、うん、映画館見に行くってすごく重宝することがね、はい、僕007が好きなんですよ、うん、じゃあ007の映画が始まると俺が007好きな友人たちがねこぞってなんか行こうやってこうバババって来るわけ、みんな言ってくれるわけよ、うん、でもその友達同士は共通じゃないから俺はタコさん状態になってるわけですよ。あ、なるほどね、タコの頭が俺で手足が友達みたいな感じでおよよよよってなるわけやんか。そうやな、うん、でそれがよく言うなんかダブルブッキングとか言われちゃうの。そうそうそう、でなんかごめんあっちで行ってもうたみたいになるやん、うん、俺はどのみんなと行くからね俺まだ行ってないねんって言って、しかもそれも嘘つくんちゃう。もうそこは嘘つくねん。あ、そこは嘘つくんや。そこ嘘つくねん。あは、でじゃないとさ、なんか知ってるってなったら、え、2回でも俺見れんねんって言われても、そうや な, なんか若干さ、申し訳ない感じある。しかもなんや行ったんやってちょっとなんか、そうやねん、わかるわ。だから楽勝でこうめっちゃ感動できるし、うわすごいなえ、でその後も言わへんの決して。で俺たまたまこの間後輩に、うん、
俺何回も行けるから、うん、お前と行ったことあるやつももしかしたら2回目やったかもしれへんみたいな、なんかの映画で、じゃあ直哉さん、あれがもしあの感動の仕方が嘘やったら、うん、もう僕信じれないですわっていうぐらいナチュラルに俺は感動したらしい。榎本くん、それは榎本くん。ああ、なるほどね、うん、もしそれで驚いたらそれグラミー賞やであの驚き方は嘘やったらグラミー賞オンやで。いや、っていうのが昨日な、うん、もう時間ですか、はい、時間です、ね、じゃあちょっと話するくらいは、はい、でまた最後で、最後また会いますね、はい、会いましょう、はい、はいはい、ワイルドスピードの話ばっかりで申し訳ないんですけど、はい、でもやっぱ今ねもう最後終盤なんで、私とあなたと足したら1万円ぐらい使ってますからね。そうやね、映画ワイルドスピードね、うん、でそのグラミー賞もやでで昨日面白かったんがさ、うん、一緒にねそのうちの2回目と直哉の4回目一緒に行ったんですけど、うんうん、まあポール・ウォーカーさん亡くなってるじゃないですか、はい、もうほんまにショックですよ。で僕大好きですから、まあ、どこがその結局その取り損ねてるシーンがあったから、うんうんうん、ご兄弟ポール・ウォーカーさんのご兄弟の方が統一しのね、そう統一しで撮ったっていう、まあ部分が一部あると、あるらしい映画の中で。でそれがどこか正直分からへんねんけど、うん、まあ、うちの勝手なね、うん、もし間違ったらもう恥ずかしいよね。恥ずかしいな、何言うとんねん、世界放送してるからね、はい、YouTube で。でもうちの中ではまあそうであってほしいというか、まあ、そうかなっていうか、まあ、ビーチの最後のシーン、ビーチの最後のシーンのポール・ウォーカーは本人じゃなくて弟が演じたんじゃないのかっていうあなたのご意見ですね。うちは思う、うん、ちょっと映像的にアホちゃうかってその YouTube とかブワーって書かれるかもしれないけど、うんうん、それは私はもういいです、思っただけやから、ね、思ったから、思ったあかんの、間違ったあかんの、うちはそうかんのヒゲの一本伸び伸びとか分からんけどな、うん、でそこかなと思うと他の出演者の方がなんか家族ってやっぱり大事やなみたいなことを、砂浜でな、砂浜でポール・ウォーカーが遠写しで家族と戯れてるとこをみんなが見ながら、うん、他のメンバーがなそれを温かく遠くから見てるっていうシーンがあるよね。そうで最後はそれが大締めのシーンやねんけど、うちはそれはやっぱポール・ウォーカーさんが亡くなったことによって内容がちょっと変わったんじゃないかなって思うぐらい、うん、みんながすごいいい顔をして、もうな本当に愛しいものを眺めるようにポール・ウォーカーの方をみんな見てるわけやな、見ながら演技をしてる顔が、うちはもうなんかほんまに亡くなったのも込み込みで、うん、その顔してると思って余計泣けてきて、その映画を見ててやんか。でもしそれがちゃうかったら彼らはほんまグラミー賞もんやでって、うん、グラミー賞取った人らに言っちゃった。だから言うたら死んでからの死んでから取ったんちゃうかっていうぐらいの温かい、うん、もう目の眼差しが、そう、あれがもし死んでない前に、お亡くなりになる前にあの顔をしながらみんなポール・ウォーカーを見てたんやったらこの人の演技グラミー賞もんやでって、まあ、グラミー賞級の人たちに言ってるってことだよね。言ってるって、うん、ね、はい、伝わったかな、伝わったかな伝わったかな、ちょっと伝わったかな、伝わったかな、ちょっと分からないけどね。そうよ、そういうとこあるんですね。まあそういう感じでね、まあ、うん、本当に映画館で見る、演奏音楽を生で見る、うん、でやっぱり集中して見れるしね、うん、全然違いますからね、うん、あの風立ちぬもそうやったよね、宮崎さんの風立ちぬも、はい、やっぱその家で見るミンクって良かったなってうちは思ってん、ね、あの映画は特にちょっとなんか感慨深すぎた分もあって、宮崎さんの気持ち心情をしっかりと受け取るためには、そうそうそう、家で見てしまったらやっぱそのちょっと左目に本棚あったりとか、右目にキッチンがあったりとかするんじゃなくて、ね、うん、もうあの集中した中で見た人にしか伝わらへん宮崎さんの思いがあんねやろなって、またこれも勝手にね、うん、思った。あの5つ星のレストランの肉を目隠ししながら食べる感じ、ね、あ、そう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 、もう完全に集中して、そう、だってあれ見てさ、うちとさ、うん、お主が言ったのがさ、うん、あの宮崎さん引退するんちゃうんって言った次の日に、うん、確かあの発表があって、あ、そうやったっけ、あれ、そうそうそう、引退しますって言ったら風立ちぬじゃないやんな、そう見て、そうそう、宮崎さんこれもしかしたらみたいなこと言ったら、うん、あの事務所からの発表があって、うん、うちゾッとしたもん、だからすごいメッセージ性あったんやなって、あ、そんなん言うとったな、そうな、だからそれでうちはちょっと映画館の重みをそこからちょっと感じる、うん、ちょっとずつ分かるようになってきた、うん、なるほどね、携帯はマナーモードにしましょうね、てーなんて、はい、私のかな、わかんない、お主ですよ、うん、そうそうそう、今日はちょっとなんか映画について熱く語っちゃったけど、あと1分なんかあります、なんか1分ですか、声使っ
ちゃうにはちょっとあれやな。惜しい。面白い話してくれるらしいです。あのまたね、はい、7月末にですね、はい、我々高槻で、うん、大阪の高槻で、はい、2人でスカイユーアートユニットとしてね、はい、ライブしますんで、はい、またぜひ、ね、ぜひともね。金曜日かなあれは確か、うん。あるんやなとなんとなく今持っといてもらったら。もう一回ちゃんと近づいてからみんながシフト出すであろう時にもう一回言うんで、今はまあそうそうそう7月終わりぐらいにあるんや。あるんやで。そう、東京からねタロックさんっていうかっこいいバンドさんが、うん、はい、あのツアーで来られるんですけど、はい、それにぜひって誘ってもらったんで、はいはい、ありがたいですね。あの今回ほんまスカイアートだけじゃなくて、うん、よかった他のバンドさんも。ああ見れますからね。特にタロックさん、他誰出はるかちょっとね実はまだ知らないんで、ね、多分大鳥で出はるタロックさんは見てほしいです。あのいいです、ね、ロードオブメジャー元、うん、ロードオブメジャーでベースやってはった松本さん、うん、まっちゃんさんっていうの、うん、あの方がっていう方が、うん、まあ、皆さんご存知だと思うんですけどね、うん、まっちゃんさんすごいねうちら優しくしてもらって、はい、東京も呼んでもらったりしてるんで、はい、そういった、ね、皆さんもね、はい、ぜひ楽しんでいただけたらなと思います、はい、イベントとして次は楽しんでもらえたらと思いますので、はい、それではまた来週月曜日ね。